はい。えっと、これからやるのはですね。はい。こういうことやります。インターネットの技術。2回目ですね。二回目。で、えっと、今回はですね。 データがどのようにネットワークに送り出されるかということですね。データがどのようにネットワークに送り出されるかと。で、まあ、TCP, TCP ですね、えー。プロトコル、トランスミッションコントロールプロトコル、トランスミッションコントロールプロトコルというルールによって、えーまあ、優先。 有線のイーサーネットに、えー、パケットをおいかに生成してこの有線イーサーネットに、えー、TCP という約束事で送られますかということを説明していきたいと思いますとはいえー、っとですねまずですねえー、っと データはパケットに分割されますよねとはいパケットですねでそこにはヘッダーという、えー、宛先が書いてあって、えー、データ、まあ、ペイロードと呼ばれる部分がありましたというのが前回の動画でしたよねとはいで今回は さら、ねはい、にですね、えーあ、このパケットはまあ分割されるんですよね。分割されますと。ちっちゃく分割されて送り出されますということでしたよねと。さ、は、ら、い、にですね、えーっと、カプセル化ということが行われますと。その後とに、えーあ、まずカプセル化。 まあ入れ子とも言いますがカプセル化ということが行われた後 TCP による通信で TCP による通信であのイーサーネットへ送り出されるとでまずじゃあカプセル化を勉強していきたいと思いますとえっとですね TCP、今、ここまで言ったか、パケットはヘッダーとペイロードに分かれて、パケットは分割されるんでしたねと。このように分割されますよね。じゃあ、このちょっと分割されたのを、ちょっと拡大して、拡大バージョンですね。拡大したものですね。で、えー、っと、まずですね、このセグメントを、あ、はい。 このペイロードと、ヘッダとペイロード、パケットですね、分割して、分割したやつを拡大しましたと。はい。まずですね、えー、っと、えー、そうですね、はい。はい、えー、っと、この、え、ペイロードですね、え、ペイロード部分に、 えー、このペイロード部分、このペイロード部分にですね、このペイロードを、あこうか、こうした方がいいか。これ,あこれペあの分割してもペイロードと減ったわりますからねと、はい。で、このペイロード部分にさらにですね、えー、っと、あすいません、えー、っとですね。 この,こ,こ,のこの全体をですね、えー、パケットを、もうちょっとこれ今分割したものを拡大して分かりにくくなったけど、えっと、セグメントとお呼びますね。ここセグメントということですね。はい。ちょっと色をつけてよかな。セグメント。ですね。で、どこかというと、 ですねここはペイロード部分ですね。ここをまあセグメントと言います。今現在このパケット、最初のパケットを、おパケットはヘッダーとペイロードに分かれますが、これを4つに分割したんですね。1、2、3、4つに分割して、えー、ちょっと拡大しましたよ、とこでですね、はい。じゃあちょっと拡大して。えー とまあ、でこのセグメントにですねこのセグメントに実はですねこれをちょっとこれ,これをちょっとこれを拡大したわけですね今これを拡大と拡大してじゃあこれをまあセグメントとしますとはいセグメントとしますとおいろいろこれねセグメントとしますと ここ,のここですね。セグメント、拡大したから大きくなったということですね。もう一個ヘッダーをつけると、IP ヘッダーというものをつけますと。色の色。IP ヘッダーですね。IP ヘッダーつけましたと。こういうことですね。セグメントに緑にピンクつけたと。セグメントに IP ヘッダーをつけたということですね。はい。はいはい。で、それをですね、えー、っと、 じゃあこのセグメントに IP ヘッダーつけたものですね、ここからこの部分ですね、ここからこの部分を、えっ、ー、と、IP パケットと呼んでますと。名前が変わったと。IP パケットと呼んでますと。ということですね。IP パケットと、この部分を IP パケットと呼んでいますと。IP パケットですね、ここですね、IP パケットはい。で、まあ、イーサーネットに、 送り込む前ののカプセル化の手順で、すねとでこの IP、A、パケットにですね、はい、えー、っと、セグメントに IP ヘッダーをつけて IP パケットになりましたということですね。じゃあ、これでイーサネットに送り込めるかっていうと、まだちょっと付け加えますと。何を付け加えるかっていうと、先頭とお尻に、えー、っと、えー、フレームヘッダー。 フレームヘッダーというものと先頭にお尻にトレーラー、トレーラーというものをつけると。まあ、FCS というものですね、はいで。フレームヘッダーというものをつけます。ここですね。フレームヘッダーとトレーラーですね。トレーラー FCS をここにつけると。こんな感じですね。はい。で、これで、 カプセル化が完了したと。このカプセル化を完了した、この、この、ここですね。この、あ、オレンジになっちゃった。全体を、ちょっとオレンジやらないか。赤にしようね。こえっ、ー、とこ、よかった。ここから、ここまでですね。これですね。ここから、ここまでですね。これですね。これを、えっ、ー、と、イーサーフレーム。 イーサーフレームと呼びますと。イーサーフレームと呼びますということですね。えー、とまとめますと、えー、パケットというものは、パケットというものはヘッダー、送り先とペイロード、データの部分に分かれますと。で、これからこのパケットを分割したと。1、2、3、4つに分割して、 イーサーネットに送り出すんだけどもその前にカプセル化して送り出す必要があるとじゃあこのちっちゃくしたものは、えー、この分割したものをセグメントと呼んでいますとでこのセグメントをじゃあイーサーネットに送り込,、ま、送り込めるかっていうとまだちょっと早いとこのセグメントに、えー、IP ヘッダーというものをつけますと じゃあセグメントと IP ヘッダーこれですねセグメント緑色に、えー、とこのセグメントですね分割したセグメントに、はい、IP ヘッダーをつけて送り出せるかというとあくっつけたものを IP パケットと言いますね IP ヘッダーとセグメントの構造物を IP パケットというんだけども IP パケットはまだイーサネットに送り出せないとで この IP パケットの先頭とお尻にフレームヘッダー、お尻にはトレーラーをつけて、イーサーフレーム、イーサーフレームという形で構造物にしてカプセル化して初めて、この TCP ですね、トランスミッションコントロールプロトコル、約束事を使って、 有線のイーサーネットに、えー、と送り込まれるとこういうことですねこれをこのカプセル化入れまたは入れ子とを呼んでいるということで以上ですちょっと難しい